皆さんこんにちは。第493回どんどん夢が叶うメディカスでございます。今夜もですね、素敵なゲストをお迎えしておりますが、ゲストをご紹介する前にいつもこの番組はですね、オープニングがありますね。私のオリジナルソング、あ、はい、それを聴いていただきます。前回ね、実はオープニングスタートって言ったのになんか全然動画が動かなくてしょうがなくて僕が弾き語りをしたんですけども今日は多分動くと思いますんで、直島さんは右手、僕は左手でメディカツスタート、これでいきますからね。はい、いきますよ。第493回どんどん夢が叶うメディカツスタート。ということで改めましてご紹介したいと思います。第493回どんどん夢が叶うメディカスのゲスト、一般社団法人日本お稽古協会代表理事であります直島まみかさんです。はい、よろしくお願いします。直島です。これまみかさんって読めないね。みかですよ。え、あ、直島みかさんね。まみかじゃない。キルトとか今直島まみかさんって言っちゃった。直島みかさんね。どうもおかしいと思ったら直島みかさんですよね。皆さん、ね、間違いないよね。よろしくお願いします。さあ、ということで今日はなんと大阪からいらしていただいたということでね、はい、まあ他今日ねイベントが、そうですね、うん、はい、恵比寿の方で、うん、読書会を主催していただいて、これのね、はい、これの読書会を、はい、開いてもらって、はい、でその主催者の方にも今日初めて、そうなんです、初めてで、はい、まあ Facebook で交流はしてたんですけども初めてお会いして、うん、はい、読書会していただきました、ね、それで夜メディカス、はい、今日ね初めての再会ですよ皆さん。初めての再会わかる。初めて会ったのに再会のような感じ。これは初めての再会、初めてだ。そこの玄関のドア開けてまさにリアルで初めてお会いしたんだよね。はい、生水子さん、生美香さんにお会いしましたよ今日。これがねやっぱり面白いとこ。今までメディカス見たことは、はい、ありますありますよね、はい、で動画で僕のことを見てて、僕はフェイスブックとかね、まああのフェイスブックでも動画も上げてたから、はい、でリアルに会うっていうね、これ本当面白いね。これやめられないですよやっぱりね。ということで今日はね大阪からお越しいただきました直島美香さん、はい、ね、マミカさんじゃないです直島美香さんね。もう400回以上やってんだからねこれでね、よく言えるわって感じだけどね。さあ、ということでね、この番組は、視聴者参加型、皆さんからのコメントぜひねお待ちしております、でコメントを読み上げることによってリアルタイムコミュニケーション取りますからね、はい、美香さんにね何か聞きたいこととかね、応援のコメントよろしくお願いしたいと思います。お願いします。早速コメントいきますよ。あ、しょうちゃん。しょうちゃん、え、しょうちゃん。しょうちゃんっていう仲なんですか。しょうちゃん、ありがとう。はい、見てますよ。ということで、ありがとうございます。しょうちゃん、ありがとう。
綺麗で若々しい直島美香さん、こんばんは。はじめまして水越先生、こんばんは。ね、ありがとう。冒頭で MC のオリジナル曲を強制的に聴かせる番組、その通り。ね、ありがとう。ヨネちゃんって伝えるチャンネルってやっぱ僕の文科生で伝えるチャンネルという番組やってて、知ってますか？あ、ヨネちゃんいう方が、うん、見かけます、 Facebook で見かける。そうですよ、ヨネちゃん。いろんなとこ出没してるからね。私は米山。違うよ、米屋だよ。あ、わざと言ってるのね、俺が間違えたから。米屋さんなんですか？僕が直島まみかさんって言ったから、わざと米山学ぶ。米山学ぶだよ、分かってるよ、ね、呼ばれることがあるので同じことなんだと思います、ということでね、ありがとう。あ、佐藤のり子さんね、北海道からありがとうございます。水越さん、みかさん、こんばんは、ということでね、佐藤さん先ほどね、ありがとうございました。ミカさんであったんです、ミカさんであった。ごめんね、もうすごいごめんね、みんな引きずらしちゃって。あれ、今夜も美女だよっていうね、その本当ですよ、嬉しい限りでございますよね。で、この番組ね、今日初めて見てる方もいらっしゃると思いますので、簡単にちょっとこの番組のお話をさせていただくと、この番組は2010年の5月から始まった1時間のライブの対談番組なんですよね。で、2010年の5月から始まって毎週毎週ゲストをお招きして、で今年で丸9年、10年目に入って400、今日は90、3回目と、すごい、ありがとうございます。これ続けてきたことによってね、どんどん夢が叶ってきたんです。まあ、その番組の名前の通り、どんどん夢が叶うメディカス、はい、で例えば、もう昔からテレビのブラウン管の向こうで憧れてた人にゲストに出ていただいてね、例えば何でも鑑定団でのおなじみのおもちゃの鑑定士北原照久さんとか、ね、歌手の岩崎宏美さんとか、シンガーソングライターウイスキーはお好きでしょって曲を書かれた杉正道さんとか、ミスターサマータイムのサーカスの皆さんとか、他にもたくさん憧れた方にここに来られた。ここじゃなくて、まあ、違うところでね、あのその時だけ場所をどっかお借りしてとかね、はい、あのやっぱ小金まで来てくださいとなかなかね、はい、言えなかったんで、あのいろんなところでまあ出てもらったんですけども、あとはですね、まあ、本も2冊出版したんですけども、これまでね、これまでこの番組を見てて編集者の方からオファーをいただいて、へで、あとは、まあ、さっき言って言いましたけど CD をね、はい、出したと。ねえ、ミュージシャンと思ってた。そう、なんかね、直島さん、僕のことプロのミュージシャン、まあ一応 CD 出してるんでプロなんですけども、はいはい、ミュージシャンではないんですけどね。ミュージシャンの方が、あの趣味なんか仕事、ちょっと仕事で副業で動画してるのかと。嬉しいなそう言っていただけると。そうですか、あの、ね、シンガーソングライターになりたくて20代の頃 CBS ソニーとかカセットを持ってたりしてたんだけど、うん、まあ当然のごとくね、なれないわけですよ、うん、で夢が叶わないで叶わないでっていう時に自分への応援歌としてさっきの曲を作ったわけ、はい、でその曲を50過ぎてからこの番組始めて、はい、それで歌う、ここで歌ってるっていうのはいいと思いませんからね、夢が叶って、で CD をね、実際にメディカスバンドで発売して Amazon でね販売したりもしました。であとはね、新しい、今僕はあの印刷会社の3代目なんですよ。あ、そうなんですか。そう、来年ちょうど創業100年なんです、ね、すごい。そうで、来年100年でメディカス500回で、私が還暦だから来年ちょっと大きなイベントやるんですけども、でもね、印刷ずっとやってきて僕3代目なんですけども、今印刷ほとんどやってなくて、その僕が経験してきた動画活動を今教えるという、そういう仕事をいまして、うん、まあ、もう変えざるを得なかったっていう状況が正直あったんですけどもね、うん、まあ、それが仕事になってるってことで、ね、大丈夫ですか？はい、大丈夫です、ね、ちょっと、ね、しゃべりすぎます、うん、あの、あんまり無理しないでね、はい、はい、だから好きなこと、あ、この本にもね書いてありますよ、はい、好きなこと、はい、仕事に、はい、ね、うん、したいっていうことで、するということで、私たちはいつだって好きなことをして生きていける、はい、イエーイ。これ出版したのいつでしたっけ？9月の25日です。2ヶ月前です。ほやほや、ね、9月の25日ということで、はい、なんかイベントやっていうか、そのキャンペーンとかやったの？出版の、何日前に、うん、はい、パーティーはしました。あ、したの、はい、大阪で、うんうん、これどうやらサンマークだもんね。そうですね。どうやってきっかけだったの、はい、出版、まあ、出版の塾みたいなところで、あの編集者さんと知り合いまして、あ、うん、その後はあの、メルマガを読んでくださって、それでメルマガが面白いって言ったからくれて。え、それ編集者さんが？はい。へえ、うん、あ、メルマガは出してるのね。はい、毎日。毎日？はい、今日、1000通目。あ、そうだ、書いてあった、はい、すごい、はい、
毎日？土日も？毎日じゃないです。ちょっちゅう寝落ちして書かないとかあるんですけど。基本的にはでもほぼほぼかな、はい、うん。すごいね。メルマガもやってるし、あとはブログ。はい。なんか好きで、ずっとなんか書いてるのが好き。ちょこちょこちょこ、ね。でもそういうのきっかけに、なだってね、ちょ、はい、話したけど、うん、ツイッター。はい、そう皆さんねちょっと聞いて、うん、まあね、やっぱり最近ツイッター大事だって思ってるけど、はい、皆さんフォロワーさんが少ないとか長いことはありませんね。今美香さんのツイッターのフォロワー数どのぐらいだっけ。ね、630だったんですかね。630、まあ、でもあのそれは無理やりっていうか、自分がフォローになったりしてくれはるっていうのがありますよ ね、 ね、うん、だから全然だから純粋にフォローしたいからフォローするって人の数じゃないってことね。そうない。だって私がツイートしても誰もいいの押さないんですよ。で普通はそうなのよ僕なんかも一人とか二人とかね、なんでビジネス系はそうなんですよ、うん、でそれでツイッターでもやってたら、はい、なんとそうですね、私2回テレビ出たんですけど、2回テレビ出ました。2回ともあのツイッターから、ツイッター見たって言ってあの連絡があったんですね。これだよ、うん、ツイッターでいろいろ検索したり調べてるんだよね、うん、はい、だからフォロワー多い、うん、多くないじゃなくて、そのツイートが面白いからそこから今度は例えばブログ見たりとかしてんじゃないの。そうみたいですね、はい、うん、だから検索一番するのはそのなんかテレビとかの方が検索するのはツイッターなんかなと思って。絶対そうと思いますよ、ね、うちの息子は今21歳ですけど、うん、地上波全部テレビ出ましたけど、全部ツイッターが YouTube、 ほぼツイッター。あ、そうですか。やっぱツイッターだよ、うん、やろうぜツイッター、ね、なんか本当になんか誰も見てないんですけど、もうただ好きなことしぶやいてるだけですけど、ね、僕もね、うん、あのツイッター始めたら2009年から始めてるから長いことやって、まあ、でもフォロワー数が、まあ、7000とか8000なんだけど、すごい、それでもね、いいね、1とか2とかね、か5とか、そんなもんですよ。そうなんですか。そんなもんですから。なんかいつも誰も忘れない。だからツイッターで、いいねがいっぱいついたり、リツイートされるのは、面白かったり、感動したりっていう、そういうネタなんだよね。うん。でも、あの、たまに自分でいいねをしてる。なんか全然、なんか、つっての並ぶと寂しいの、自分で。あれバレないですよね、自分なんか。バレる誰がいいねしてか分かるからね。あ、そうですか、うん、自分どうしてる、うん、あ、だから押しますよ、今度、はい、押しますよ。さあ、ということでね、ちょっと待ってね、ありがとうございます。私はいつだって好きなことをして生きていけるね、はい、リンク貼ってくれました、アマゾンのヨネちゃん、ありがとう。ちゃんママ、島谷さん、ルミさん、三つ子のママさんなんだ、はい、いつもメルマガ読ませていただきます、はい、だって、ありがとうございます、島谷さん、ありがとう、嬉しいな、こういう方から嬉しいね、嬉しい、ありがとうございます。そう、今このコメントのように、美香さんは三つ子さん、三つ子ちゃん、はい、お子さんいらっしゃると、はい、45歳の時に、45歳ですよ。で今いくつかって公表してんの、子供ですか。いい、私52歳、めっちゃ言ってます。めっちゃ言ってるよ。すごいでしょ、52歳でお子さんがまだ今いくつなの。6歳ですね。もう信じられないよ、まだ保育園です、ね、50過ぎてね、はい、子供がね5歳とか6歳で、しかも三つ子なんて想像つかない、どんだけだよっていう。私の友達の子供の子供が同級生とかなんです。私の友達の子供の子がうちの子と一緒の歳とか、まあ、そうなってもおかしくないもんね。何しろ体力が大変だもん。うん、そうです ね、 ね、だからね、筋トレとかしなくてもいいもんね。もう筋トレも必要ないですね。必要ない、やったらダメだよね。スポーツジム行くより家の方が過酷やと思う。絶対そうだわ。アメブロリンク貼ってくれました、ありがとう、ありがとうございます。一般社団法人日本健康協会ね、山中恵美子さん、素敵ですよ、ありがとうございます。あ、嬉しい、ありがとうございます。内山さん、来年のいろいろ記念イベント楽しみですね、10月27日の火曜日14時から小金井の宮地楽器大ホールでやりますからね。もう会場押さえちゃいましたから、来年のイベント500人一応収容できるので、もう必死でこれから来年はそれに集中します。はい、島谷さん、三つ子ちゃんを育てながらの時間管理とお仕事のバランス、そして本の出版に関してどんな流れで出版されたのか伺いたいです。いいコメント。もともとは、まあ、テレビはさっきツイッターって話ありましたけども、はい、出版は何だっけ。あ、そう、塾、はい、行ったとこ行って声かけて、声でもらってね、はい、うん、でもさ、そこでさ、
出版会議に一応かけるわけでしょ。はい。ね、通るか分かんないもんね、はい、まだそこで、編集者さんから、もう決まったの？お声かけていただいた時に、あの企画がもう通ってるからかよかったら書きますかみたいな。はい、あ、そうだ、それ向こうので出しておいてくれたってことね。そうですね、自分の企画じゃなくて。あ、そういうことか。はい、それがこれなの。そうなんです。3マークだもんね。はい、これ初版何部とか聞いちゃまずいのかな。え、そんな言っても大丈夫。まあ皆さん言う、あ、まあでも言わないようにしておこうかね。あ、わかんない。あ、でも知ってるんでしょ、初版何部って。はい、ね、まあいいや。2ヶ月前、はい、ね、増刷はまだ、ね、頑張りましょう。よろしくお願いします、ね。はい、またよろしくお願いします。としなさん、好きなことをして生きていけたら幸せですねってこと。これからの時代はね、そういうことができる時代ですから、もう間違いなく。そうですか、はい、うん、ね、そうですね、うん、今好きなことして。そうですね、もう好きじゃないことはしない、そういうふうに決めたんだよね。はい、うんうん、これを読んでもらうと本当にね、いろいろ腑に落ちますよ。ありがとうございます、うん、まあ いや、このことは話してくれる。ツイッター、さすがヨネちゃんだな、かゆいところに手が届く、ね、一番組に一人欲しい、ヨネちゃんありがとう。ツイッター、そう、すごいんだよ。あ、メルマガも、これメルマガなんですか、これ、毎日出してるメルマガ。ほぼ毎日、うん、なんていうタイトルなの。メルマガのタイトルはね、メルタイトルも本の名前にして。ああ、そうなんだ。はい、うん、読者数どのぐらいいるんですか。2000ぐらい。お、すごいじゃないですか、はい、なんでそんないっぱいいるの。あ、多分なんか、何やろ、本シェアしてくれたのかな、本きっかけじゃないですか、ね、その前から。はい、すごいなそれ、はい、へえ、素晴らしいですね。島谷さん、私はハネムーンベイビーで三つ子でした。27歳でしょ。さ、三つ子は20歳です。すごい。あ、もうそんなに大きいんだ。27歳、ハネムーンベイビーで見過ごってすごいな。すごいです ね、 ね、45歳でしょ。はい、それまで結婚は何歳だったんですか。38か9ですね。あ、そうなんだ、はい、それまで特に結婚したいとは思ってたの。あ、1回だけちょっとしたんですけど。あ、ごめんなさい、そうなんですね。でもずっとしてなくて。あ、でもそうか、そういうことね、はい、したい、ちゃんとしたいなと、うんうん、ちゃんとしたいなと、だから子供が欲しいなと思ってます。ちなみにそのご、うん、今のご主人との出会いのきっかけは何だったの。はい、あの結婚相談所に入って。いや、これはね、はい、今聞いてる人たちの絶対おすすめ、いろんな勇気になると思いますよ、はいはい、コメントしてる方の中にもたくさんいますけど勇気になると思います。ただ今ね、コメントしてないで見てる、あ、コメントしてる人出てきた。いろんな人のね、勇気になると思いますからね、はい、どうやるんですか。なんか探す、詳しく探す時間もないし、うん、もうすぐ結婚しようと思ってたのね、38、9の時に、うん、もうとにかく結婚相談所お金かかるけど入ったらすぐ、うん、それはどうやって選んだの。そこは、そこは、あ、なんか普通にネットで検索して、まあ、大手のところを行ったんですけど、うん、ほんで最初はなんか条件を、あ、なんか年収がどうとか身長がどうとかいっぱい書いてたら、あの、これやったらちょっと難しい。いや、みんなそう言うよね、うん、でもうちょっと減らしてくださいって言って、減らしたら、あの、あ、なんかお見合いみたいな感じのそういうオファーが増えて、その中の一人です。あ、下げるとオファーが増えてくるんだ。下げる、あの、来たれみたいな、マッチングして、あ、やっと俺にも来たれみたいなね。うん、マッチングする人が増えるので、うん、それで見つかった。何人ぐらい、失礼ですけど、お見合いしたいと。いや、何人かな、5人とか、はい、はい、まあ、それまではなんかあんまりこうピタッとくるものはなかった。その、そうですね、うん、なんか家が厳しそうやったり、なんか結婚したらお庭掃除して、なんとか掃除して、なんとかそうしてくださいねって言われた人はなんかおトイレ行きますって言ってそのまま帰って逃げたとか。いや、それはきついわな。お庭掃除はきついでしょ。はい、なんか、うん、バイトみたいな感じだったんで、あ、ここちょっと富山県の人やったんですけど、あ、あかんと思って、ちょっとトイレ行ってきますって言って帰って、こそっと逃げて帰って。うん、で、そのご主人と出会った時は、まあ、はい、うん、あ、いいかもみたいな、いいかもって、なんか会った時にもなんか結婚の話になったんで、へ、はい、もう、あ、いい、この人でしょ。
ちなみにご主人っていくつ離れてるんですか？9歳ですね。上今あそうなんだ61ですね。そうだね、はい、僕はかみさん、そう、うちのかみ、僕は7つ離れてるんだけど、うちのかみさんとね、はい、同い年と、はい、ということで、はい、うん、42年、へー、で、結婚したのが39だったかな、ね、はい、結婚して、でもお子さん欲しかったけども45の時に、はい、で、三つ子って聞いた時にはめっちゃ嬉しかったんですよ。あ、嬉しかったんだ。はい、なんか人はあびっくりしたでしょとか、なんか怖かったでしょって聞かれるんですけど、あ、ラッキーと思って、なんか一人ずつ、うん、うん、と、まあ年子でも3年4年とかかかるので、いっぺんにて、あ、ラッキーと思ってなるほどなるほど、あ、よかったと思って、よかったと思ってでも三つ子だとやっぱお腹すごい大きくなるの？そう、あの1メートル超えてて、それもお腹がね、なんか、え、どうっての、こんなんじゃなくてこう垂れてるんですよ。へー、ビヨンと垂れてるから、下からこう手を支えてから、あの歩いてます。すっごい、もうすごかった。大変、うん、でもね、子供お腹に、うん、ね、いるとすごい大変だってね、はい、動くのも、うん、3人だもんね。はい、でお子さん生まれた時はもう嬉しくて、可愛くて、可愛いね。しっぺ、俺想像つかないよ。さっきも話したんだけど、男の子2人と女の子、まあ、うちはね息子1人で、それでも大変でしたからね。はい、もう常にもう動き回るし、破壊していきますもんね。あ、まあそれは男の子なんだけどね。うん、すごいですよ。あの電話機を何回買っても買ってもなんか分解されて。もう5台ぐらい買って、え、普通の電話機、うん、なんか分解してもう最近また買ったんだけど、しばらくはもうなかったんです。もう買っても買っても潰されるから、ハサミでこうこのコードピチッと切ったり、なんかもうすごい、もう泣けるわ本当。でもね、いや、でもそれは子供の仕事なんだよね。まあ、大変だけどね、わかるな。でも大変だけど、もう子供は褒めて育てないとダメなんだよ、本当にね。障子が全部穴開いてた時がしばらくありました。そうすると警察来てね、なんか家庭内暴力かなんか DV と思ったみたいで、そうね、大丈夫ですかって来たことがありましたね。そう、うちはね、まあ、男の子一人だけど、髪の毛切るのにアパートに住んでたんですよ、はい、でアパートの裏のところに息子をあの新聞紙をこうやって首に巻いて、はい、それで切ってたのね、うん、そしたらすっごい嫌いだから、もう泣き叫びながらやってたら、やっぱりあの DV だと思われて、なんかね、子供の、うん、そういうふうに思われたことありましたけど、ね、まあいろいろありますよね。そうね、島田でもすごいよね、三つ子ね。ハコちゃん、孫に、あ、孫に双子がいます。ハコちゃんに孫がいるってこともちょっとびっくりだけどね。岡田由美香さん、岡田由美香さんはパン教室の先生でね、ユミパン TV っていう番組やってて、やっぱりもう今すごいですよ、人気者で、もう全国から生徒さんが押し寄せてきてる、ね、すごいあ、村さんこんばんは。村さんはね、僕の高校の同級生ね。さすが嫁にしたい米屋さんね、ありがとう。内山さん、米屋さん、私の番組のリンク貼りに来てほしいえ、林、あ、かよちゃん、さっき一緒、さっき読書会に来てくれて、うん、さっき私がここに来るのに、うん、新宿まで送ってくれました、うん、あ、ほんと、林何、 かよちゃん、スタイリストさん、かよちゃん、ありがとう。みかりん、無事着きましたね、見てます。かよりありがとう。かよりありがとう。島谷さん、私も1メートル超えの、ね、そうですね、何これ、みつこちゃんママですね。あ、そうだ、お腹ね、やっぱそうなんだね、大変だよね、お子さんを産むって。三つ子ちゃんは本当に、ハコちゃん、娘が双子ちゃん妊娠中もお腹ははち切れそうでした。なるほどね。ヨネちゃん、友人で今度6人目のお子様が生まれる方がいます。へえ、すごいね。が三つ子ですか。そう、三つ子ですよ。島田さん、我が家は男3人、わーやー、すーごい、動物、家めちゃめちゃ動物3匹でした。本当だよ、いや本当ね、まあこれ男の子の特性ですよね、動き回ったりなんかいろんなものをこうあれしたりする。でもね、それをなんとかね、大変だけど、大変だけどね、それをこう
なんとかこうその興味を持つことにやらせてほしい、まあ、まあ大変だけどね、うん、大変なんだけどさ、褒めるなんですね。そうなんですよ、あの子供さんが小さい時にとにかく褒めて、僕はねこれ何度も言ってるんだけど僕は褒めてたんですよ常に。あーすごい。小学校の時にあのテストでね100点満点で丸が1個しかないのを持ってくるわけ、はい、そうすると6点って書いてある。それを持ってきたら僕はこの1個よく分かったねって褒めてたわけ、すごい。だからそのできてないとこをフォーカスするんじゃなくてできたところをフォーカスして褒めてあげるっていうね。で褒めてたら次に0点が来たの、ね、0点も褒めたわけ。これを持ってくるお前の勇気は素晴らしいってすごい、とにかく褒めて、そうします、うん、でもねそれでもやらないわけよ、うん、で何をしたかっていうと何をしたいのって漫画描きたいと。で漫画家キットっていうのを買ってあげたの、あの原稿用紙とかペンとか漫画家になるためのセットが入ってる、はい、した息子喜んで小学校4年生の時描き出したので、初めて原稿用紙8枚に描いた漫画を僕が見たらめちゃめちゃうまいわけ、で感動して僕は印刷会社じゃない、でここへ会社持ってきて全部スキャンしてネームのとこパソコンで打ってあげて印刷して製本して20冊作ってあげた、ね、すごい、いやいいお父さんですね。それで裏に初版ってちゃんと書いてあった。あすごいすごい。そして次の日息子がこう紙袋に入れて学校持ってって、で僕が作った漫画ってみんな教室とか取り来て隣の教室からも、おもおしいとかって、で学校の先生がこれ水越君が作った漫画だすごいなって褒めてくれて、で息子はその実際に自分が作ったものでみんなが喜んでくれるっていうのを体験したわけ。へー。で息子が帰ってきて何て言ったかって、お父さん全部売れたよ、ね、売ってないんだけど売れたよ、あった増刷だって言ってまた20冊作って、でちゃんと裏に「にずり」って書いてある。すごいすごい、いやいいお父さん。そしたら息子今から、2年前、うん、本当に本を出版してそれで増刷したんです、うん、あすごい。だからやっぱりそうやって体験させてあげるっていうね、うん、本当にリアルに体験させると、うん、それがやっぱりね、うん、自分の心の中に残るんだよね、うんうん、だそういうことをしてあげると、でそれで褒めて褒めて褒めてでしょ、はい、で中学校になっても勉強しないわけ、はい、でも褒めて褒めて褒めて、そしたらその高校の先生から、うん、あこれ中学校の先生からお前にぴったりの高校あると中2の時に言われたのが美術系の高校だった、うん、そしたら息子はここ行けば漫画だけ描けばいいんだって勝手に勘違いして、お父さん僕はここ行きたいと、うん、でも今の成績じゃお前行けないよって言ったら、そこからじゃあ僕は塾行くって言って塾行きだして、うん、で結局中学校卒業するときはもう平均90点以上取って、あすごいですね。だからねやるときはやるのよ。そうなんですね。でそれまで本当に好きなようにねやらせてあげる、子供を褒めて、でそうするとどうなるかっていうと、う子供が大きくなって大人になると、うん、自己肯定感の高い子供になる、親に認められて褒められてたから、だからなんか失敗があってもこれで大丈夫、絶対これは次に行くっていう、これが大事だと思うんだよね。そうですね、ちょっと褒めます、はい、はい、いいところを見つけてそれがチャンス、うん、褒めるチャンス、うんうん、逃さないで褒める、うんうん、それ大事。まあね、うん、三つ子でいっぱいいたら大変だけどねこんなこと余裕ないけどね、うんうん、でもなんかこう褒めてあげるとねやっぱり ね、 ね、はい、すいません熱くなりました褒めるですね。で、あ、伊坂さん、伊坂さん、こんばんは。いじめんというね、いじめん撲滅の活動してるね、伊坂さん。ご存知なんですか？あの、なんだっけ、コンテストなんかの、あの、はいはい、動画を見ました。いじめん、はい。講師。講師、講師オーディション。ションのね、僕も見ましたよ。はい、ね、見ました、よかった。はい、うん、神戸さん、第493回、どんどん夢が叶うメディカス、おめでとうございます。伊坂さん、長島さん、こんばんはということでね、神戸さんっていう方で、神戸と書いて神戸と読みます。え、そうなんだ。神戸と書いて名古屋にお住まい。え、一応これネタですから。ね、島谷さん、全員ん頭にえすげー、男の子やからですね。縫い傷あります。やんちゃだった3人を毎日精神で順位育てました、うん、いいね。二十歳になる3人はすっかり自立して私が怒られるくらいです。素晴らしい、褒める認めるですね。すごいな。私も三つ子の子育て経験からお母さんに感じる、素晴らしい、すごい。僕はね、褒める応援する信じるっていうね、褒め応心って褒める応援する信じるっていうのね、そう、まあ褒めて、うん、その応援するっていうのは自分親が自分の立場でできることを応援すると、あと信じるっていうのがあって、
目の前でなんかいろんなこと起きるじゃないですか、うんね、ですごいなんで心配するかというと将来が見えないからだよね、うん、この子このままでいい大丈夫かなとか、ねはい、大丈夫かでその時にこの子たちは例えば20歳になった時25歳になった時こういう大人になってるってイメージをしっかり、うん、それはね、うん、いいんですよ具体的じゃなくても明るく笑顔で元気にイメージするそうそうそう、はあ、そうしますそれを強くイメージするとだから目の前で何が起こってもあなたは大丈夫っていうふうにね言えるようになるんだよ、ね、ちょっとそうします、うん、なんか大丈夫かなと思ってそう、ね、ちょっとトコトコするのでそうみんなそう思っちゃうんだよねまあでもねもちろん危ないこととか、うん、そういうことはもちろん叱ったり注意しなきゃいけないけれども、うん、でもそのこの子が大人の時はこういう大人になってるっていうイメージを強く持つことでね、うん、大丈夫っていう気持ちになりますからね、うん近藤さん私は子供に褒めたことないなグレなくてよかったですねいや多分いろいろ褒めて認めてるんですよそういうですねということでねこのね本ですけどもまあこれ読ませていただきました、はい、なんとお稽古ごとお稽古教室はいねいくつ行かれたんでしたっけ、はい、365ですね皆さん365ですよ本当にはい多分でも忘れてるとこも多分あるかもしれないひょっとしたらもっと多いかもしれないですけど、それなんでそんな行ったのお稽古すごい好きでなんかいろんなもの習いたい、うん、習い事行ったらこう2時間とかで教えてもらってなんかこう作品できたりするのがすごい楽しいうん、それいつから行ってんの稽古もう親が習い事が好きだったのでもう2歳時から2歳はい2歳親が好きだったのね、うん、習わせるのが好き何ピアノとか2歳とかオルガンですあオルガンね、はい、2歳、うん、できんのうん行きましたね今でも弾けるんですかじゃああもう忘れましたそれで どういう稽古と例えばあなんだろう今だと書道とか、ね、書道そうですねそういうのもあるし変わったとこでなんか変わったとこなんかテレビで言ったんはあの何手裏剣手裏剣、うん、なんか忍者教室みたいな行ったっていうのをテレビで子供、うん、私子供の時それこの間っていうかこの間、はいうん、何それそんなのあるのはいありますね手裏剣を投げるのうんでブスって刺すわけはい手裏剣とか忍者のなんか面白いね、はい、忍者の格好させられたはいすごい面白いそんなのあるんだあとはあとはやっぱり食べるのが好きなんでこう1日に3回3軒こう教室ではしごしたりそんなのよくやってますへ、うん、え多い時で同時に習ってるのってあるんですかあそうですねでも一時も毎日行ってたんですけどなんかだんだん大変になってきたので最近は月10回で決めてるんですけどうん、あの月10回までで自分でルール今、はい、今でも習ってんのなんかそうですねいろいろ、うん、それは何やっぱ自分が習いたい好きなものを習ってるっていう、うん、そうですねその時に好きなものなんでやっぱりまあ飽きたりしてちょっとだんだん変わってきたりしてでもまたあの懐かしくなって前の教室行ったりとかいろいろ基本的なことですけども、うんはい、美香さんはお仕事っていうと何なんですか。そうですね。今習い事教室の先生の、うん、こうサポートっていうかアドバイスしたり、あとは家の手伝い。え？家の手伝い？はい。医療事務のなんかあご主人のはいサポート。ご主人のお仕事何でしたっけ？クリニックです。クリニックの先生。うん、はい。そこの手伝いね。うん、とかして。今一般社団法人日本稽古協会代表理事はい他に誰かいるんですかこの協会いないいないのねまあねえいいねはい自由で、うん、でお稽古協会っていうのはこれは何のためのあれなんですか自分がこうなんだろうブログで10年ぐらい前かブログでこういう習い事をありますよと教室こういういいのはありますよっていうのを紹介してたら結構自分に合った教室教えてくださいとか聞かれるようになってで教えてあげたりしたら先生も喜んでその時お稽古美香さんって言われてたんで、うん、こう私がブログに書いたらその教室がすごい流行ってそういうのが楽しくてしてたらなんかそのうちにこう教室の先生から
人気が出るにはどうしたらいいですか、うん、みたいな相談をこうされたので、それを答えてたらそれがまあ仕事になって。例えばどういうことは今の、うん、どうやったらその教室とかお稽古教室って流行るんですか、はい、そうです、まあいろいろあるんですけど、例えばなんだろうな、こうおやつおやつ出しましょうとか、来てる人たちに、うん、うん、なんかおやつなかったら、なんかその習い事もするのが好きなんですけど、こう来てる人同士で喋るのがみんなと、ね、コミュニケーション、うん、それが目的なとこもあるので。確かに、うん、なんかシーンとして黙々と作るよりも、ね、こうワイワイと喋って、うん、そういう時間をティータイムを作りましょう。意外とそういうのがないとこあるんだ、うん、たまにあるとこう、うん、まあ、ピリピリっとしてて、うん、あんまりそういうのがないと面白くないかな、うん、そういうのやりましょうみたいな、うん、そうですね、はい、あとは、あとそうですね、うんと、なんだろう、例えば、うん、やっぱり皆さんどうやって知ってもらうかっていうのをすごく悩んだりするじゃないですか、教室をですか、うん、はい、そういうのはどうしたらいいの。あ、そうですね、それはなんか告知をいついつレッスンしますとか告知よりも、昨日レッスンしましたいうそのレポートみたいな感じで、うん、いつもいつも上げていく、うん、そしたらそれがまあ告知になるじゃないですか、ブログにね、うん、だからいつもこう今度こうしま、今度のレッスンいついつばっかりじゃなくて、昨日こんなレッスンでしたみたい なんか楽しそうな雰囲気をね、うん、それを書くのをしてくださいと言ってます、ね、はい、なるほど、そういうことを教えてるってことね、うん、はい、はまあ、そういうね、このお稽古の関係でいろんなメディアの取材もあるの。あ、そうですね、一回そのテレビ出た時はこう日本でなんか一番習い事言ってる人っていうのをこう検索ツイッターでされたかな、でメールが来たんです。へ、それがこれさっき言ってた、はい、なんか所さん、新設所ジャパンっていう、今も月曜日ですか、ね、やってんだ、はい、やってますね。へー、すっごいよな、はい、でそれは残念なことに出版の前だったとね、はい、出版と絡んでやね、よかったのよね。いやでもすごいよな。で今回ね、まあ、実はそのメディカス出演するきっかけになったっていうのは、はいはいはい、これも面白い話でね、はい、何でしたっけ、バランス、もともとメディカス、メディカス最初は、はい、一番最初はなんで、どういうきっかけだったんだっけ、最初メディカス出るきっかけ、あ、みとこさんが手紙書いた、うん、あ、そうだ、そう思い出した、これ本がそ そうちへ送ってきたの。はい、ね、あのちゃんと一筆入れて、はい、それ僕繋がってたのもう、あ、何回かみとこさんのなんか講座みたいなんで、うん、あ、行きたいと思ってるんですけどみたいな、なんか何回かメール、あ、メッセージ、メッセージか、コメントかなして、で何回か本当だから僕申し訳なかったんだけど、はい、うん、本来た時に直島さんをフェイスブックで検索して、とりあえず繋がってたんだよ、うん、ね、はい、そうで、それでメッセージ出したんだっけ、ありがとうございますって僕、あ、なんか私が手紙で、私2020年にメディカス出たいんですけどとか、そうそう、出たいんですって書いて、この本にね書いてあった一筆に、うん、2020年メディカス出たいんですって書いてあって、うん、でそれを読んだらさ、いやそれ嬉しいじゃないですかね、それで僕が、うん、もうそれで僕はフェイスブックでいろいろ調べて、はい、あ、この人すごいわ、面白いわと思って、でもちろん本も読んで、はい、で今度メディカス出ませんかってオファーをして、ね、やった、計算なんだけど、計算計算女子、計算女子っていうのは、計算女子でも、計算女子って計算高いっていうのは悪い意味じゃなくてね、はい、それでもねすごく大事、うん、そうですね、よかった、はい、僕がよく言ってるのは、うん、メディカス出たいですってね言ってくれないとわからないですよと、うん、ね、でもすぐに出られるかわからないと、うん、でももしそういうことだったらどんどん言ってくださいって、ね、よくね、たまにランチ会とかだったら、私メディカス出るの夢なんですとかね、私メディカス出たいんですって言う人言って、それはね僕にとってありがたいことなんですよ、だけどすぐ出れるかわかんない、はい、ね、そのタイミングがあった時にまた僕からオファーしますからねって言って、僕はその人と、まあ、友達になるじゃないですか、うん、そしたらその人が例えば出版したとかね、はい、なんかイベントやるって見た時に、あ、じゃあ今度出て応援してあげようって気持ちになるわけですよ、うん、そうです、うん、だからそういうふうに言ってもらった方が、はい、多分そういう人いっぱいいると思いますし ねなんか今日悟しそうですね、メディカス出たい、メディカス出たい、そんなことないと思いますけどねまあでもね、おかげさまでそういうふうに言ってくれる方がね本当いるんでね、はい、嬉しい限りだと思ってね、でそれで、まあ、今日に至るということでね、はい、ありがとうございます。いや僕最初ね大阪だって知らなかっ
ったのかな、はい、どこですかってね、そうそうそう、どこ家どこですか、それちょっとびっくりしちゃいましたけどね、ゆみかちゃん、習い事は気分転換になりますね、パン教室にもリフレッシュしてきてる方がたくさんいます、うんうん、ゆみかちゃんのパン教室もやっぱり、はい、そのパン作りにもちろん来たいんだけど、うん、そこでみんなでコミュニケーションして、うん、その楽しむのを皆さん楽しみにしてるっていう、そうですよね、そっちの方がなんかメインかなと思って、あ、まあ、もう先生がもちろん好きなのもありますけど、もう習う、なんか作るのも大事だけど、喋りたいとか先生に会いたいとか、うん、もうそういうのの方が大きいかなと思ってます。そうだよね、うん、なるほどね、伊賀と甲賀は三重の方でしたっけ、忍者ね、あ、うん、あ、そうなの、在宅医療専門直島クリニックさん、すげえな、ここまでリンク貼ってんのかよ、ありがとうございます、ゆみかさんのパン教室また行きたいですね、ゆみかちゃんのパン教室人気だからね今、すごいですね、すごいですよ、あのこのゆみかさんも、はい、去年僕のコンサルを受けて番組を始めて、それまでホームページしか持ってなかったのね、うん、もうだけどパン教室は流行ってたわけよ、うん、ね、でもじゃあ番組やろうよって言ってね、始めたの去年の11月から、そしたらその番組やった後には動画を YouTube にアップするから、 YouTube もどんどん自分でもやるようになって、うん、でも YouTube の登録者が今年、去年11月に始めて今年の8月で270ぐらいいってたんですよ、すごいですね、そう、それで LINE アットとかも一緒に教えて、ね、やらして、うんうん、で LINE アットでパン教室の先生だけどこうシトーレン作って販売するんだけども、それ、LINE で告知すると2時間ぐらいで16本ボーンと完売したりとかね、そういうファンがどんどんやっぱりね、うん、この番組を起点にしてやっぱり増えていくんですよ、うん、そうです、なんか写真とかだとあんまりどんな先生か分かんないから、あの喋り方とか雰囲気とかやっぱり動いててほしいなって思うんですね、そうでね、うん、YouTube もちろんいいんだけども、うんね、YouTube ってなかなか再生回数上がんないしチャンネル登録者増えないから、ずっと58、ね、今チャンネル登録者59になったじゃん、あ、そう、ありがとうございます、59人目ずっともう何ヶ月も多分58だよね、だね、チャンネル登録者増えないし再生回数も増えないんですよなかなか、ね、ビジネス系は、だから僕は YouTube を学ぶ前に折れない心を学んだ方がいいよっていうのはそういうことなんだけども、ね、折れないで折れない、はい、今でもね、はい、やってる、うん、でこのライブ番組はライブ1回のこの効果っていうのはもう YouTube なんかアップするよりもあるわけですよ、すごい、だから僕リアルタイムにコミュニケーションしてる、向こうは初めてなんだけど、それでもね、美香さんのありのままの姿をもう見てるわけ今、うん、そうすると距離が縮んじゃってもうそこでファンになっちゃう、多分今日ファンになった方いっぱいいると思いますよ、ヨネヤさん、甲賀は滋賀県が発祥の地という説もあるようですね、ありがとう、レッスンレポ書きますね、そう、うんうん、そうそう、書いて書いて、なんかそうやったらなんか告知っぽくないというか、そうだよね、来てくださいって言わなくてもいい、行きたいなと思うもんね、うん、そして自分でいつかなって調べるもんね、うんうん、はい、そこだ、うんうん、そこそこだね、来、内山さん、来週に海パン先生からシトーレンが届く予定です、あ、僕もシトーレン頼みましたよ、今回なんか今回は今過去最高の売り上げになるみたいですよ、シトーレン、ユミパン TV もう殺到してるって、調べます、体が持たないっていう話ですけどね、頑張って、ヨネちゃん、俺も一度でいいからメディカス出てみたい、ね、もう出たろ一度また出てね、ヨネちゃんね、はい、島谷さん、私も三つ子の子育て本三つ子事件簿で出版を目指してます、頑張れー、あのメディカス見てコメントすると夢叶いますから、最後にねメディカスポーズってやるから一緒にやって、開運メディカスポーズあれやると夢叶うよね、島谷さん最後まで見てね、メディカス出たいです、出た、いや増えた増えた、え、どこに住んでんの島谷さんって、ミカス、ミカさんの YouTube 拝見してます、嬉しい、やっぱ三つ子同士で、ね、少ないですもんね、あのやっぱりね、うん、夢を叶えるためにはね言葉大事だから、ね、うん、この文字もそうだけど、叶うという字は口辺に10、口で10回以上言いましょう、うん、そうすると叶いますから、うん、ということでね、10回じゃなく1000回万回ね、はい、話しましょう、これ
北原さんの、私の心のメンター北原照久さんの言葉ですけどもね、一人で見る夢は寝て見る夢だけなんですよ。だから夢というのはいろんな人の応援とかね、協力があって叶うということで、そのためには語る。だからこの番組で僕も夢を語って、ね、例えば面白い話があって、あの北原さんと僕出てもらいたいなと思ってたことあったんですよ、すごいファンだから。で北原さんと親しい人がゲストに出たの、ね、そしたらその人が、あ、水越君ブリキのむしゃ好きなんだ、じゃあ北原さんに出てもらえばって言うから、いやそんなテレビ出てる人はそんなの言えませんよって、いやいや北原さん気さくだから出てくれんじゃないのって、僕はカメラに向かってね、ここで北原さんいつか出てください待ってますって言ったの。そしたらその番組が終わった後で電話がかかってきたんで、一本、もしもしって言ったら、今番組見てたけど、それ僕の友達だったの、番組見てたけど水越が北原さんのファンって知らなかったよって。で俺は親しくないけど俺の友達がすごい親しい人がいるから今ね電話で聞いてみたのって。そしたらなんか北原さんが近々親しい人たちだけでディナーやるって言ったから、水越のこと今申し込んでいたからって言って、それから数週間後に会えたんです。すごいですね、言ったからですね。言ったから、それ言わなかったら全然怒らないよ、ね、やっぱりね口で語る、もうこれが大事ですよね。内山さん届いたら、あ、そうね、はい、ヨネちゃんチャンネル登録者数60になりました。ヨネちゃんね、あ、まあ、嬉しい、あ、60になりました。さあリンク貼ってくれたよ YouTube、 皆さんチャンネル登録してね、今日だけで多分ね65くらいいくかな、ね、みんな登録してあげてね、あ、全福さんありがとう、私も一度でいいからメディカス出てみたい。出てるでしょって、あなたも出てるでしょってね、全福さんというのはねスポーツ選手のねセカンドキャリアを応援してる方ですよね。 ありがとう。あ、新宿近いですよ。あ、今度だから僕メディカツでねランチ会とかやってますから、たまにね月に1回ぐらいメディカツランチ少人数でやってるから新宿でやってるんですよ。ぜひ機会が、まあでも三つ子ちゃんがいるから難しいかな、まあ、あのもしチャンスがあったらどっかでね一度そういうイベントでお会いできるとねいいかもしれないですね。あ、面白いタイトル、 あこれね、事件簿、夢チャンネルじゃないの。え、事件簿って何、何事件簿って。三つ子事件簿。ああ、じゃなくてね、これ、あ、そうだそうだ、このタイトル ね、 ね、三つ子事件簿ね、面白いよ ね、 毎日事件ですよね、面白い面白い、ね、なるほど。ということでね、ぜひあの夢を叶えるために口で語りましょうということで、周りの人にね夢を語るっていうこと、まあ、そこからですから全てはね。北原先生の夢の叶ったメディカ、あ、そうそう、そういえば今日ね、あの見てる方、今日視聴していただける方でシェア前提、この番組シェアしてください、シェアした、あ、ランチ会行きますってね、今度じゃあご案内させて、 Facebook では友達申請してください、私水越と申しますんでね、そしたらつながったらいろいろとまたご案内しますね。あの、ニカさんのこの本ね、2ヶ月前に出たばっかり、はい、こちらを3人の方にプレゼント、はい、サインをつけてプレゼントしたいと思いますんでね、シェアした方のみですよ、この番組中に、抽選します。であとね、僕の方からもプレゼント、これね、北原さんの最高の夢人生、北原照久の世界って、実は北原さんの大ファンの本田さんという方が、いらっしゃるんですけど、本田さんがね毎日北原さんのことを投稿してるんですよ、毎日ね Facebook で、それがもうなんだっけ、いくつになったんだっけな、投稿して投稿して、ね、いくつになったんだっけな、とにかくそれを一冊の本にして出版されたんですよ、ね、北原照久の世界ということで、こう写真もね豊富にあのこう載ってるね、本ですけど、これね私、本田さんから、買いまして、これを皆さんにプレゼントしたいなと思ってますんで、これも1名の方にね番組の中で抽選しますからね、はい、さあということでですね、あ、はい、申請させていただきます。私も今度ランチ会参加しますということでね、佐藤のり子さんもねぜひ来てください。あ、北海道の方ね、そうなんです、そう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 、あの少人数のランチ会やってます、楽しいですからね、ぜひねまた、私のねメルマガとかに登録してもらうと、メルマガでもいろいろそういう発信してますからね。さあということで、まあこの抽選はね、番組まだねもうすぐ9時でもう1時間ですよ。あ、そうなの、あっという間ですね、でもまだ終わりませんから、あ、今日は延長戦ね、延びますから、あと多分20分ぐらい延びると思いますんでね。で
さっきのその、うん、計算女子、はい、あれすっごい面白いなと思ったんだけど、ありがとうございます。どういうところ、でも前からそういうのあったの？なんかあのこの本のこと書いてたら編集長さんがこれをこうつけてくださって、あ、共通してるのはその計算してたことかなっていうことで、あ、そうよく考えたらすごい計算してなんかさ、計算高いとかっていうとさ、うん、なんかすごいあの良くない意味でね、取られるけど、うん、そうじゃないと。そうですね、なんか人を引きずろうとす計算とかなくて、あの人とあんま揉めないように、うん、人とうまいことやっていて、人も自分もまあハッピーにいれるような、うまく生きていく計算って感じです。はい、でそれもこれ YouTube でも語ってたじゃない見ましたよね、面白いなと思って、うん、あとやっぱりこれ見てると思う、や多分みんないろんな人が感じてること、うんうん、それをね、こだわりとかさ、うん、それこだわらなくてもいいんですよとかね、それがすごく安心するんじゃないかな、嫌われる勇気なんて持たなくていいよとかね、うん、はい、なんか思ってるけど言えなかったことを書いて出るってよく言ってもらって、あ、それすごい嬉しい。子育て中でも手抜きしながら結果が出るペースメーカー仕事術、はい、これもなんとかしなきゃいけないっていうね、うんうん、そういうこだわりを捨てると、そうですね、うん、ペースメーカーを見つけることですと。だから手抜きするっていうのができない人って結構ね、あ、そうですか。うちのかみさんもね、うんうん、手抜きできないんだよね、完璧にしちゃしようと思う。すごい羨ましいですけど、羨ましい、うん、だ大型だからね、できないから僕もできないから、うん、僕も大型ですけどね、うん、そうだ、そういうのがね、こだわりを手放せば自由になれる、うん、こういうこと、うん、毎日を劇的に楽しくするにはあなたの嫌いを見つける、これどういうこと？うん、そうですね、なんか自分の好きなことってなんかぼや割とぼやっとしてて見つかりにくいけど、あ、これ嫌いなことの方が見つかりやすいので、それ見つけて、まあ、正反対のことが好きってことになるのかなと思ってます。行動なんてしなくても私たちはハッピーになれる。そうですね、なんかよく最近って行動しないとダメみたいなことをみんな言うけどなんかそれができないかったら失敗するわけじゃないと思ってるので、行動が苦手な人でもうまいこといくよっていうことが言いたいです。お金にガセガセしてる人に見られない工夫。はい。そうですね。これは？それはなんか、なんか100万円儲けるぞとか言ったらすごいガツガツやけど、例えばパリに行きたいとか、あのバッグ欲しいって言ったら別にガツガツしてないよねって話。金額じゃなかったら別にガツガツしてない。面白い。だからそういうことがいっぱい書いてあるのよ、これ。本当面白いよ。ありがとうございます。うん、皆さん買って、これ面白いから、お願いします、うん、あの次増刷だから、目指せ増刷だからね、目指せ増刷だから、もう夢かな、うん、どんどん夢が叶うね、どんどん夢が叶うね、あね、工藤さんありがとうございます、こんばんはということでね。さあじゃあここでですね、あ、真逆な発想にしびれます、ありがとうございます。ここでですね、じゃあメディクイズタイムメディカスというのをね、はい、やりたいと思います。1分間で、美香さんのことを丸分かりというね、私これクイズじゃないんだけど、うん、私が、聞いたらそれに答えていただくということをね、はい、してもらいたいと思いますので、ね、ちょっと準備しますからね、はい、一人でワンオペでやってますから、皆さん温かい目でね見てくださいね、はい、面白い、よし、ちょっと待ってね、今準備しますからね、ちょっと待ってね。これで、面白いボタンが出てきた。さあ、いきますよ、ちょっと待ってね、あとどれだっけ、これだ、あ、これじゃない、これね、スタッフゼロ、たった一人でライブ番組ができる、これがね自分 TV って言ってね、私商標登録してるんですけどね、これの良さですからね、皆さんもメディアを持てるんですから、ライブ番組ね、ぜひ私の勉強会出てくださいね。さあじゃあいきますよ、クイズタイムメディカス、はい、
え、僕が質問したら、はい、黄色いボタンを押して答えてくださいね。はい、待ってね。一番好きな食べ物は何の？焼肉？あ、だ、押して押して、はい、はい、焼肉？あ、押してから答えてね。はい、はい、え、何？焼肉？はい、はい、なぜか丸、ね、はい、子供の頃なりたかった職業は学校の先生。学校の先生、はい、後で聞きましょう。自慢のできるものを一つ教えてください。45歳で三つ子を産んだこと。そりゃそうだ、そりゃそうだそりゃそうだよ。 UFO お化け見たことあるのは。あ、お化け、あ、お化け、お化け、はい、ちょっと聞きます後で。初めて恋を告白したのは何歳の時。8歳かな、小学校2年生8歳。じゃあ初めて告白されたのは。もう8歳です。あんま面白くないけど、まあいいや。ご主人を何と呼んでますか。マモちゃん、マモちゃん、マモちゃん、名前マモちゃんね、かわいいね。バスのガス爆発3回続けて言ってください。バスのバツガク、え、バス、バスのバスガス発、バスのガス爆発。これまでの人生で一番幸せだなと思ったことは何。あ、子供ができた。だよね、はい、うん、夢を叶えるためにはまずどうしたらいいですか。あ、もう人に言いまくります。言いまくる、はい。世界中から見ている視聴者に一言ください。本読んでください。そのとおり。もうそれしかないよね。本当ありがとう。ありがとうございます。さあ、クイズタイムメディカルでございました。ね、面白い、面白いでしょ。はい、グッドボタン押す、はい、ここでですね、じゃあ、さあね、じゃあちょっと今のね一問ずつね聞いていきたいと思いますけどもね、はい、一番好きな食べ物は焼肉。はい、お肉が好きですね。お肉が好きだね、はい、はい。子供の頃なりたかった職業。あ、もう作文とかにいつも学校の先生って書いてましたね。学校の先生ね。うん、なんでかな、教える、やっぱ子供が好きなのかな。ずっと子供好きじゃないと思ってたんですけど、なんかやっぱり子供に関わることが多いから好き、うん、今はすごい好きですね。いきなり3人の生徒教えてね、はい。UFO、お化け、何見たの。お化け、何、怖いそれ。小さい時にこう、ね、家族で寝てて、うん、お父さんが寝てたところにこう白い形の人間が乗っかかってたんです。お父さんに、うん、うん、え、それ白いの、本当に真っ白の、真っ白の人間の形の、うん、それなんで見たの。それ夢じゃないの。いや、でも目覚めてたんです。子供時、うん、で、なんか、で、なんかこうやってしてたんですよ、そのお化けが、うん、で、朝起きたらお父さんとこ、ここになんか切り傷があって、なんか、なんか切れてるって言って、怖っ。え、で、それ噛んでたって言ってないんですけど、親には。噛んでたの。なんか、噛んで、なんか、なんかしてて何してんのかなと思ったら、なんか朝起きたお父さんの傷が入ってて、ちょっといいですか、この話。ちょっと怖いです。怖い。え、その後は別にないんでしょ。はい、うん、なんだろうね、はい、はい。ちょっと待って。次、初めて告白したのも告白されたのも8歳。そうですね。それは小学校の時の。小学校の時かっこよかったの。面白い子がやっぱ人気やったんで、関西だからね。 うちのかみさんも京都なんだけど、うん、面白い子は人気あるんだよ。はい、クラスで一番面白い子やったんです。で、向こうも、はい、でも小学生だからね、うん、はい。ご主人なんて呼んでるっすか。マモちゃん。マモルなんで。言っていいの。うん、別に、はい、多分、はい、ね、多分ホームページに出てます、ね、あ、そうなの、はい。これまでの人生で一番幸せだなと思ったことは。子供ができた時かな、ね、うん、最初に、はい、お子さんができて妊娠が分かった時には、うんうん、その時は水子って分かんないでしょ。分かるの。あ、あの、今は初期のうちから分かって、その心臓がピコピコと動くのが3つ動いてますって分かって、その時も、はい、すごい嬉しかったです。ピコピコって可愛い3つ心臓が。嬉しかった、幸せだね。
あ、諦めてたので45歳で、うん、そうね、もう何度も言うけど45歳で3人の子供ってすごいよ。もう毎日もう全もうどっか痛いでしょ。どっか痛い、全身が痛い。だってさ、子供寝てる時だって大変でしょ。だってゴロゴロさ、僕も何度顔蹴られたか分かんないよ、ね、すごいですよね、蹴るのが。いや、あれは、いや、恐怖ですよ、正直言って。3人だもん、信じられない。これまでの人生で一番幸せだなと思うこと。子供が。ね。うーん。そうそうだね。はい、夢を叶えるためにはまずどうしたらいい？私はもう言いまくります。したい、こうしたい、したいって。うん、そしたらあのすぐにも現れないけど、なんか私もそれしたかったっていう人が現れるのを待ってて、これしたい、あれこんなしてって言います。それから直接にも言います。やっぱいつもそういう感じでなんか叶ってくる、うん、そうですね。やっぱ一人ではしたいなと思ってもそれ実現なかなかしないから、うん、誰かと一緒にしてくれる人がいた方が早くできるので、うんうん、それかあの好きそう、困難したいって言ったら好きそうな人には直接しないとかいうようにしてる。なるほどね。はい、世界中から見ている視聴者に一言くださいということで本読んでね、これもう一回言いますよ。私たちはいつだって好きなことをしている、生きていける。はい、ね、読んだら生きていけます。はい、本当あの楽になりますよ、これ読んだら。きっと多くの方がそうなってほしいなと思って書いたんですでしょ、うん、楽になってほしい。楽になるよこれ。なんかノウハウとかはないんですけど、気持ちが楽になってほしくて書きました。でも、ね、あれですよ、やっぱりね、うん、その人の経験、著者の経験をお金を出して知りたいっていうことですよ。うん、うん、そういうこと。はい、もう赤裸々に結構書いた。そう、はい、でちょっとねここでいつも毎回僕のコーナーをちょっと5分ほどやらせてもらう、動画のコーナー。私動画の今コンサルティングをし、はい、コンサルトしてますんで、ちょっと動画のことをね皆さんに、動画の重要性をねちょっと知ってもらおうと思って、こちらのコーナーです。はい、ということでね、動画のことをねちょっと、ご紹介させていただきますよ。ちょっと待ってね、どれだっけ用意してたんだけどな。ちょっと待ってね、これかな、これじゃねえな、ちょっと待ってね、これだ、これだ、はい、こちらです。うん、動画活用っていうとね、まあ、さっきもお話ししましたけど YouTube、 皆さん YouTube 大事だって言ってるじゃないですか、うん、YouTube やってます。はい、100本、106とか106本、はい、でもチャンネル登録者はなかなか増えないけども、うん、YouTube からなんか問い合わせ来たりとか。 YouTube はまだない。まだないね、はい、だからなかなかやっぱ時間かかるんですよ、うん、本当6ヶ月とか1年とかね、本当そのぐらいかかるんですけども、だから僕が今おすすめしている動画活用ね、皆さんのことを知ってもらいたいね、皆さんのお仕事のことを知ってもらいたいっていう場合に、まあ、どうしたらいいかというと、まずこちらをおすすめしてますね。こちらライブ番組、今やってるのこれライブ番組メディカス、うんね、ライブというのはありのままが伝わります、うんね、でこう視聴者とコメントで読むことによってコミュニケーションが取れる。これを1時間の中でやるだけでファンが増えてきます。しかも今日はね、美香さんのファンの方、ファンというかお友達の方もたくさん見てるじゃないですか、はい、その方は僕今日初めて会う方、うんはいねうん、そういう方々に僕のことを知ってもらうことができるでしょ。ゲストを毎回毎回僕はいろんなゲストをお迎えして、うん、でそのゲストの知り合いの方とか縁のあった方々を僕は知ってもらうことがあるんです、はい、でこれすごい仕組みなんですよ、うん、ゲストとお話をするだけで僕はどん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 知ってる方が増えていくというね、うんはい、だからこういうメディアを皆さんも簡単に持てるんですよということね、それがスマホ一台でできる、それは今 FLTV っていうね名前で呼んでますけども、ライブ番組ぜひやってほしいなと思いますね。でもう一つこれをね、オンライン講座を作ってくださいと。今までの経験を本にしたじゃないですか、はい、でこの今ビジネス書もそうだし、多くの本っていうのは実は検索すればいろんな出てる情報なんですよ、ね、でもそれをこの著者の経験を通してまとめることによって1500円っていうお金を出して皆さん買うわけですよ、はい、だから皆さんの経験ね、長嶋さんの経験とかも、うんうん、動画にまとめて
販売することで売り上げができる、うん、お金を生み出すことができるようになるんですよ、はい、しかもいや直島さんに習いたかったんだけど遠くなんですよねとかね、忙しくてなかなか講座行けないとかお話聞けないという方のために講座をねオンラインで作っちゃいましょうと。へえ、じゃあ遠くの人も勉強できるんですよね。そうなんですよ、この間もあの、まあ、このゆみかちゃんもねパン教師の先生でオンライン講座作って売り上げ上げてますし、すまた別の先生は教室で人気の先生なんだけども、はい、でも一人でやってるから、やっぱりね忙しくなっても売り上げってやっぱり止まっちゃうんですよ、でそれ以上上げようとしたら単価を上げるか、ね、もっと自分が忙しくならなきゃいけないでしょ、その体がきついじゃないですか、はい、そうじゃない、いつもやってる同じようなことは動画に分身となって働いてもらう、でオンライン講座を作ると今度なんとその僕がコンサルをしてオンライン講座一緒に作ったら4日間キャンペーンやったらなんと100万円の売り上げですよ。え、すごいですね、4日間だけです。4日間ですよ、でしかも買った方がアメリカ、シンガポール、韓国、海外の方、つまり海外で住んでる日本の方、美味しいパンがないっていうことで作りたかったって言って皆さん喜びの声でね、だからそういうふうにして実はねいろんなことをねオンライン講座にできるんですよっていうことでオンライン講座を作ることを進めておりますね。でこの2つをね私は今いろいろお勧めしてるんですけども、そのためにね例えばこちら今ね私の LINE アットに登録いただくと実はこの無料セミナー動画が無料で見れるというキャンペーンをやっておりますので、ぜひ皆さん LINE アットにね登録いただければこちらの QR コードから、登録できますから。 LINE アットとかやってるの？登録してるけど使ってないです。やります、ね、やりましょう LINE アットね、登録したらすぐにセミナー動画見れますからね。またもうちょっとね詳しく知りたいって方は実はオンライン講座をね作ってるんですけども、これなんと、20本の動画が入って4980円というね非常にリーズナブルなね、オンライン講座も販売してますからね、こちらご興味のある方でね動画の専門家で検索すると私一番なんですよ。すごいですね、動画の専門家、すごいすごい、動画の専門家で検索してください皆さん、そうするといろんな情報出てきますからね。ということで、ぜひ、動画のね皆さん活用していただきたいということで動画活用コーナーでした。ありがとうございました、ありがとうございました。こういうことをねセミナーとか勉強会でお話ししております。すごい面白いですね。ありがとうございます、もったいないんですよ皆さん、もう皆さんの経験は動画にまとめることでお金になるんですよという、あとはやるかやらないかということで、そのやり方を僕は教えているということなんですよね。いろいろお稽古とね自分でなんかいろいろとやっ、はい、教えさっきのねその教室のこともそうだし、そうですね、自分が今まで学んできたことをいろいろ教えてるわけじゃないですか、そうですね先生向けに、はい、それをぜひねやっぱりこう、ね、オンライン講座にしたらもっと遠くの人とか、そうですね、いろんな人に、そうですね、やっぱり通うとなると近くの人しかそうなの で、 なかなかでそれはそれでねリアルでやってていいんですよ、それとは別にオンライン講座で自分の分身に働いてもらうと、いいですね、でしょ、はい、絶対いいと思うんだよこれ、どんどんやるべきだと思いますんでね。ありがとうございますちょっと待ってね島田さん、あそうね、はい、中田さん、マモちゃん、セーラームーンですねあそうなの、よく知ってるな。島田さん45歳で尊敬します、本当だよ素晴らしいね、水越先生の動画でお金を生み出す仕組み作りズーム無料勉強会、ありがとう、リンク貼ってくれました。これね、あの今ズームで僕ねズームとかって使いますか？はい使います、ね、打ち合わせとか、はい、はい、で僕ズームで今ね勉強会やってるんですよ。で今年いっぱいはね無料で勉強会90分やってますからね、今日も午前中やりましたけども、ぜひ興味のある方、ライブ番組おすすめですってね米ちゃんもやってます。LINE あと登録ありがとう、もういっぱいリンク貼ってくれた米ちゃんありがとうねハコちゃん、あ自分のオンライン講座の宣伝しなくちゃいつもする、そうこのハコちゃんっていうのは、オンライン講座やっぱり作ってね僕から教わって作ったの、あそのオンライン講座の名前、はい、二回り年下の彼を見つけて10年続く10のコツっていうオンライン講座、面白い、彼女自身が二回り年下のパートナーがいるんです、でそれ10年続いてきてその経験をオンライン講座して、こうした方がいいですよ、こうしましょうっていうのを、面白いですね、めっちゃ面白いんですよ、聞きたいです、これ面白いことに、ね、買う方女性だけじゃないんですよ、
男性も来るんです。あ、そうなんですか。どんな男性？年上の奥様とか年上の彼女がいる男性。つまりそういう女性心理を知りたいじゃないですか。はい、なるほどと。あ、すごい、ちょっと気になります。気になるでしょ、すげえ、めっちゃ面白いですよ。島崎さん、ブログだけなので動画チャレンジしたいです。もうその積極性ですよね。ぜひ、またいろいろとお教えしますからね。ありがとうございます。さあ、ということでね、はい、ちょっと抽選いきたいかな、うん、みんなシェアしたかな。今からまだ間に合うからシェアして、シェアしてないとその条件満たさないからね。あ、二回り年下の彼を見つけて10年続く10のことオンライン講座ね、すごい面白い。これ9800円で今売ってるけどね、もう大ヒットですよ、本当ね。ありがとう。さあ、ということでね、ハコちゃんもどんどん告知してね、これ絶対興味あるからみんなね、面白いです。面白そうでしょ、うん、聞いただけ でそれは何かというと、ハコちゃんの経験ですよ。やっぱり自分の経験を通してこうした方がいいですよっていうことに、いろんな人もそこにお金を出してね、知りたいっていうふうになるわけですからね。はい、嫁にしたヨネさん、ありがとうね。ヨネちゃん本当ありがとう、いつもね嫁にしたい。さあ、じゃあ抽選いきたいと思います。みんなシェアしたかな。じゃあね、まず最初はこちらいきますよ。こちらね、美香さんの本、こちら3名の方にプレゼントしますから、これからいいですか、もらってください。まずコメントください、欲しい方。これ何本って言ってんの、みんな。よくなんとか本とか言うじゃん、省略して。例えば、うん、綿月本とかさ、わかんないけど、計算本とか、そんな言ってないの。計算女子本、計算女子本計算女子本欲しいってね、コメントください。計算女子本欲しいとかね、美香さんの本欲しいですってコメントください、はい、その方、抽選しますから、そのコメントいただいてる間に私が一曲歌います。あ、いいですか、皆さん。美香さんの本欲しいってコメントください。抽選で3名の方にプレゼントしたいと思います。私が歌ってる間にコメントくださいね。よろしくお願いします。それでは私のね、このテーマソング、32歳の時に夢が叶わないで自分への応援歌として作った Catch Away というね、曲を聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。立ち上がるよ、何度でも。
す未来へ。ありがとうございます。さあね、来てますね。 あ、言ってくれました、嬉しい。来てますよ。ミカさんの方欲しいですね、計算女子本欲しいです。ミカさんの方欲しい、ミカさんの方希望します。ミカさんの計算女子本欲しいです。さあ来ました。じゃあみんな抽選しましょう。石井さんありがとうね。石井さん、石井ゆきえさんというのはね、僕のそのこの FLTV をやるためのスクールがあるんですよ、オンラインのね、そこの2期生として今頑張ってますからね。ありがとう、ありがとうございます。MC のオリジナル曲を隣で強制的に聴かせるコーナー、ありがとう、その通り。ね、ヨネちゃんありがとう、神戸さんありがとうね、私も欲しいです、ね、嬉しい、ありがとうございます。今日ちょっぴりスローテンポ、よく分かったね、ゆめちゃん。今日ね、初めてこのスローテンポでちょっと歌いましたね。そう、スローな感じでやりました、ありがとう。じゃあということでね、これからねルーレットで抽選しますからね、またちょっとね時間いただきますから、ワンオペでやってますから誰もやってくれませんからね、ちょっと待ってね、これだけ来ましたよ人がね、嬉しい、ありがとうございます、はい。まずちょっと待ってね、上から行くよ。どっからだっけな、ここだ。佐藤さんね、佐藤のりこさんね、のりこちゃんでいいかね、はい。としなりさんね、ちょっと待ってね、としなりちゃんね、伊坂さんね、ちょっと待ってね、伊坂さん、伊坂ちゃん、ね、ハコちゃんね、今日ね3人だから、ね、結構当たるよ確率的に。島谷さんね、嬉しい、ハチハチハチって、島谷さんね、あれちょっと待ってよ、項目追加、ありがとうございます。あね、あヨネちゃんね、ヨネちゃんと、あ、石井さんね、石井ちゃんと、近藤さんね、はい、近藤ちゃんと、あ、ありがとうございます。島田さん、ギター弾いてみたくなるような音色ですね。ありがとうございます。今度そのギター。はい、ということでね、じゃあこれでいくよ。さあ、これから抽選します。セット。面白い。面白いよ。ウェブカメラね。あ、これじゃ、こっちだ。さあこれでね、今セットしたから、これで、抽選いきたいと思います。いきますよ。じゃあいきます。さあこの本、まず1冊目、面白い、くるくる回ってる、1冊目ですよ。1人目、島谷ちゃん、おめでとう。2人目、よいしょ、あ、覚えておいてね、はい。2人目、としなりちゃん、おめでとう。 あと1人、伊坂ちゃん、おめでとうございます。3人に決まりました、おめでとう、おめでとうございます、おめでとう、というね。でもう一人、今度私からね、この北原さんの、本田さんが書かれたね、初めて出版されました北原照久の世界という、これ貴重ですよ。実はこれね、なかなか手に入れるの難しい状態なので、今、ぜひこの一冊欲しい方、北原さんの本欲しいです。
あ、本田さんの本欲しいですって言ってもらってもいいや。北原さんの本欲しいですということでコメントください。北原さんの本欲しいですということでね、これから抽選しますからね。あ、今日ちなみに今日泊まりなんですか？あ、帰ります。え、何時？大丈夫？あ、ね、10時20分新宿。え大丈夫ですよね？大丈夫かな。10時20分でしょ。でもここから50分ぐらいかかるよ。え、そうなんですか？20分ぐらいじゃないでしょ。え、大丈夫？10時20分でしょ。はい、今9時半でしょ。え、いや、そんなゆっくりしてらんないよ。すいません、ちょっとびっくりした。今、え、そんなゆっくりしてらんないよ。そうですか、うん、あ、でもまあ40分でいけるかな。そうですか。でも結構ギリギリだよ。そうですか、うん、バス。え、あ、バス、はい、あ、バス、はい、あ、東京駅から。え、新宿駅。あ、新宿、東京から新幹線だと思ってたから。あ、新宿はもうここから25分ぐらいで行きますよ。びっくりした。俺、いやいや、てっきり東京から新幹線だと思ったから、はい、よか、新幹線もうないないないやってるから。そうなんだ、はい、初めて、生まれて初めてちょっとバス乗って。ああ、そうだ、はい、いや、びっくりした。すげえドキドキしちゃった今。でもそんなゆっくりはしてらんないので、ね、はい、ありがとうございます。あ、あさみさん、ありがとう。で、近藤さんがね、北野さんの本欲しいです、北野さんの希望しますということで、はいはいはい、他にいますか？いませんか？はい、じゃあここで締め切りますか？大丈夫ですか？はい、じゃあ近藤さんとね、ハコちゃんということで、あさみさんっていうのはね、愛知県の安城市で女性専用サロンね、エステサロンをされてますね。で、ホーミズ TV ってやっぱ僕の門下生で、番組をやっぱり、あ、そう、皆さん、ね、門下生がたくさん ね、 ね、ありがとうね。ということで、じゃあね、今日は近藤さんとハコちゃんお二人にね、プレゼントしたいと思いますんでね、おめでとうございますということで、ね、なんかね、急になんか早く終わらなきゃっていう気持ちに駆られるって、なんかちょっと心配になってきちゃったんでね。さあ、武蔵小金井で乗れたら新宿前なら25分ぐらいある、そう、着きますんでね、大丈夫ですよ。ありがとうございます、はい、深夜バス寝られますようにということで、ね、優しい、ありがとうございます、優しいね、はい、あ、初めてなのね、はい、楽しんでね。今最近のね、バスは割とすごくいい、うん、いいですかね、昔はね、乗れない、そうそう、ね、今そんなことないみたいよ、うんうん、ね、ということでね、今日、まあ、初めてもうね、はい、もっといろいろねお聞きしたかったんですけども、いかがでしたか、初めてメディカスね、はい、まあ、楽しい、やっと、もう、はい、念願かなって嬉しい。本当ですか。いや、僕もそう言っていただけると本当に嬉しいんでね、本当にありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ということで最後にですね、メディカツポーズをね、一緒にやりたいと思いますんでね、はい、はい、練習しますからね、はい、カメラに向かってね、はい、いきますよ。まず2本指出してね、火曜の夜を、あ、ちょっともうちょっとこっち来て、はい、そうそう、はい、いきますよ。火曜の夜を楽しむには、で、M を作ります。メディカツの M ね、そう、下から出します。メディカツで顔の右下で、この時にいい顔して、はい、もう一回いきますよ。火曜の夜を楽しむには、メディカラーってここで止まって、しばらくでいいかも、はい、これで夢叶うから。あ、やった、ね、今叶えたい夢は何なの？そうですね、なんか増刷、何、そう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 、ね、じゃあ増刷が叶いますように、夢が叶うようにね、皆さんも夢が叶えるように願い事しながらね、メディカスポーツしてくださいね。いきますよ、火曜の夜を楽しむには、メディカラーズ、ありがとう。ありがとうございます。ね、今念送っといたから増刷すでに叶いましたということでね。はい、さあ、ということでね、今日も皆さんね、たくさんのコメントありがとうございました。皆さんのコメントがあるから盛り上がるね、本当に皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。で、今日は大阪からね、本当来ていただきました、本当ありがとうございました。ありがとうございました、美香さん、本当にね、楽しかったです。ありがとうございます。ということで、エンディングはですね、メディカツバンドの Say Your Dream Make Your Dream を聞きながらお別れしたいと思います。最後にまた2人出てきますから、そのまま見ててくださいね。それでは皆さん、また来週お会いしたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。美香さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、素敵な1週間をお過ごしください。さよなら、ありがとう。みんなお稽古ごとしようぜ。ありがとう。何をしてあげられるの、一人の声は小さく、届かない空を見上げて
流れる雲を見てた。今まで歩いてきた道、何一つ無駄はないと心に詰まった思いを言葉にしてみる。咲きかけた ということで、最後までありがとうございました。みかさんありがとうね、最後まで、ね、ありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。ありがとう、コメントありがとう。